よし、来たか。要件から話してくれないか。思わせぶりだったからずっと気になってて。シノンにこれを叩き返されてんの。これって召喚結晶じゃないか。シノンは黙ってこれを手渡し、耐えられないわと一言残し去って行きおった。神獣が出たのに任務放棄ってことか。あの責任感の強いシノンが放棄するなんて、一体どんな任務なんだ。放棄とも言えるが、そうでないと思う。よくわからないな。詳しく話してくれ。詳細は現地で確認せよ。それをもって南帝国レインドの湖畔に向かってほしい。現地で仲間が待っておるはずじゃ。仲間？気にするでない。さ、待っている仲間ってお前か。後任は君かい。また頼りないものをよこしたものだな。まあ、トラブルの原因が一瞬で分かったぞ。まあよい、私の言う通りにすれば任務は成功したも同然。いや、判断は自分でするから任務の内容を教えてくれ。今回の任務だがね、この地方で民の失踪が多発している。ベクタの迷子か。どうだろうね。記憶を失ってどこかをさまよい歩いていればベクタの迷子かもしれないが。行方不明者は見つかってはいないのか。見つかっていないね。手がかりは。様子がおかしかったなどという証言はない。
どうし共通点は町の外に出る者だけが行方不明になっている。キコリ、カリウド、正体もらしい。この地方に行方不明に関する伝承は残されていないか。夕闇の門という伝承があるね。どんな伝承だ。夕闇の門は日没より開く門。その門はこの世ならぬ世界へと通ずる。夕闇の門を通じてこの世ならざる者が根を下ろし、夕闇に怯えた者を人知れず連れていった。異界から来た異界の種族、人さらい。穏やかでない伝承だな。これからどうする。次の調査場所の目星は。もちろんつけてある。君を待つ間お茶を飲んで回ったからね。サボってたのか。浅はかだね。有識者とのお茶会、これすなわち地の集約だよ。そんなやり方もあるんだな。で、集まった情報は。数十年前、風変わりな学者がふらりとこの地を訪れた。南の回廊にまだ見ぬ文明が眠っていると。文明？彼の記した書物も読ませてもらった。その本の挿絵には獣の頭をした亜人が描かれていたよ。文明を築けるほど知的な人型の亜人がいるのか。彼は見たと訴えたが、土地の者は誰も信じなかった。彼が調査したのは地元では聖域とされている南の回廊だからね。信心深い土地の者は確かめようもなかった。知的な亜人、聖域、残された多くの伝承。カーディナルが口ごもっていたのはこの懸念があったからか。もし神獣がいるならこれ以上の任務遅延は許されない。俺が。エルドリエ、情報収集ありがとう。早速現場に案内してくれ。気になる情報があったのでね、そちらに行く。現場には君一人で行きたまえ。あ、は？神獣絡みかもしれない。早く解決しないといけないんだ。どうか。悪いが、その頼みは聞けないね。俺一人で調査か。前に来た時と回廊の雰囲気が違うな。あ、何か来る。あそこなら隠れられそうだ。
なんとかやり過ごしたか。初めて見る魔獣だったな。カーディナルの言う通り、何か異変が発生しているようだ。慎重に調査を進めるか。よし、頑張ろう。奴ら何を騒いでいるんだ。前に来た時にはなかった扉がある。一体これ以上見つからずに進むことはできないな。一旦戻って。こそこそ調査とは反逆者にはお似合いの姿だな。脅かすなよエルドリエ。背後の警戒を怠った貴様が悪い。そんなことより物陰に隠れろ。見つかるだろう。隠れるなど弱者のすることだ。お前まさか。もちろん敵は全て切り伏せてきたが。なんてことしてくれたんだ。まずい、奥からも援軍が来てる。一旦戻って体勢を整えるぞ。逃げたいなら一人で行け。いいから来い。逃げなくても全て倒せばよかったではないか。お前が初めからいればそうしたさ。そんなことより私は一刻も早くカーディナル様に報告に向かわなければならない。ではな、キリト。俺も一度カーディナルのところに戻るか。
がボロボロであるな。ただ成果はあったぞ。行方不明事件の発生原因はあそこにアシンってやつがいた。想像と違ったけどな。バッチリじゃな。あとは回廊の奥まで行き、行方不明者を救出するだけだ。誰か一人招集してくれ。エルドリエ以外で隠密ができるやつがいい。エルドリエ以外で。エルドリエを毛嫌いするが、あやつも役に立つ男じゃ。別件の調査があるなんて言い出して、現地調査に俺を一人で行かせたんだぞ。あれじゃシノンが怒ったのもうなずける。その別件調査の報告をわしに起こした。とある古い書家から伝承を見つけ出したそうじゃ。かつて南の回廊に黒血の祭壇なるものがあったと。不気味な名前だな。ふさわしい名でもある。魔女が悪魔を封じるのに使った祭壇であるからな。魔女ってもしや。お主の想像通り、アドミニストレーターを表すにはぴったりの言葉じゃ。伝承ではこの地方に強大な悪魔がいて、さまよいながら暴れ回っていた。村人が困り果てていたところ、ふらりと魔女が現れた。魔女は回廊に黒血の祭壇を築いて儀式を行い、おびき寄せた悪魔を夕闇の門の伝承と関連性は高いであろう。特に気になるのは豪華の夕闇という一節じゃ。夕闇の門の伝承では単なる異界とされてきたが、どうも悪いものを封じる地獄のような場所。そんな場所へ通じる門が開いているのか。開いているとは限らん。アジンは巣窟を離れていまい。むしろ守りを固めていた。戦力が十分でないのじゃろう。しかしまた門が開けば、今度こそ悪魔が戻ってくるやも。悪魔が神獣っていう可能性も。わしが恐れているのはそこじゃ。アドミニストレーターでさえ殺せず、追放するしかなかった存在。エルドリエはこれを調べていたのか。あやつも貢献しておるじゃろ。そうだな。今の情報はありがたかったけど、あいつが隠密向きだとは思わない。別の誰かと組ませてくれ。じゃが今動けるものとなると。いないのか。一人いることはいる。都合よく王都に滞在しておるが。隠密が苦手とか。探検使いであるし、素地は間違いなくあろう。おあつらい向きじゃないか。誰だ。シリカである。最高じゃないか。誘ってくれ。待つのだ。様子がおかしいので休ませておる。何があった。わからぬ。どうも落ち込んでいるらしいが、何度聞いても訳を話さぬのだ。俺になら相談してくれるかもしれない。シリカの悩みを解決してから一緒に来てもらえないか頼んでみる。やけに強気じゃな。女心を知り尽くしておるから解決できる自信があると。
いや、女の子の気持ちなんて分かった試しがないし、アスナにもしょっちゅう怒られているし。では解決できぬのでは？なんとなくだけど大丈夫じゃないかな。お主はなんというか。やめておこう。今心の中で俺に対してものすごく失礼なことを思っただろう。ああ、いた、シリカだ。こっちに気づいていない。声をかける前に様子を伺うか。どこかを向いている？空を見ているのか？息をついたぞ。肩が震え始めた。泣いた。シリカ、何があった？泣かしたやつはどいつだ？はや、キリトさん、これは何でも私泣いてなんか。まさか俺のせい？違います。とにかく落ち着いてくれ。俺がいるから。いや、シリカが泣いた原因が俺だったら、むしろいない方がいいのか？だから、違いますって。そうか、落ち着くのは俺の方か。落ち着け、落ち着くな、俺。あれ、泣き笑いになった。前にシリカが泣いていた時を思い出してさ。あ、ピナが死んだ時、あの人同じ顔をしていた。ああ、また泣いた。違います。これは嬉しくて。嬉しい？全部話しますね。ティナのいない寂しさか。このアンダーワールドにはソウルトランスレーターでログインしていますから。当然ピナがいません。
一人で戦わなきゃいけなくて、今まではそれでもよかったんです。でもここ数日、ピナがサポートしてくれるタイミングがあるんです。敵の攻撃の合間に、ここって感じに、戦いの中でここって感じて、でも横を見るとピナはいなくて、胸がギフッて痛くなるんです。ピナはこの世界にいないんだ。そう思うと耐えられないほど胸が痛くて、ピナが死んだ時のあの胸の痛さとそっくりで。ピナは生き返ったじゃないか。分かっています。いつか会えますよね。でもアンダーワールドは気軽にログインしたりログアウトしたり、そういうものではありませんから。どうしても長期滞在になってしまうからな。ホームシック、いや、ピナシックだな。ピナシック？どうして顔をそらすんですか？自分でも言っててバカな表現だと思った。認める、若気の至りだった。頼むからスルーしてくれ。キリトさんはそうやって変なことを言って励まそうとしてくれているんですね。まあな。でもピナシックはダサすぎます。採点するなら、そうですね、点数引く。嘘ですよ、本当は200点です。やっと笑ってくれた。嬉しいんです。さっきも言っていたな、ピナが死んだ日、諦めよう、そう思いました。今日もそうでした。でもまたキリトさんが来てくれた。あの日、たった一日だけお兄ちゃんになってくれた人がまた私を助けに来てくれた。言葉にならないくらい嬉しくて、止めたはずの涙が溢れちゃって。そっか。大丈夫です、元気が出ました。私任務に戻ります。よし、アインクラッドごっこをしないか？はい。残念ながらピナはいない。でもアインクラッドに似たものならアンダーワールドにもある。シリカにもそれを見せたいんだ。どういうことですか？それだけじゃない、任務の助けにもなる。一石二鳥だ。要するに俺もちょっと困っている。手を貸してほしい。どうか頼む。またシリカのお兄ちゃんにならせてくれ。はい、キリトさんと一緒にいられるのなら。ありがとう。よし、出発だ。シリカを笑顔にしながら任務もこなすぞ。任務地はどこですか？南帝国南の回廊。そこで行われている悪事に、ただそこに行く前にちょっと寄り道。どこへですか？言っただろ、アインクラッドに似たも。
アインクラッド47層、通称フラワーガーデン。あ、ピナを復活させるために行った思い出の丘があるところ、あの場所にそっくりですね。だろ、ピナ。よし、元気出てきました。行きましょう、キリトさん。グズグズしていたら置いてっちゃいますよ。それはかなわないな。じゃあ南の回廊に行くぞ。今から忍び込むにはさすがにちょっと明るいか。シリカ、日が暮れるまで待とう。忍び込む？この先が問題の場所、南の回廊だ。とりあえず忍び足をしながら近づこう。覚えがないか。以前ここにいたジャイアント
族でしょうか。ジャイアント族と似ているが少しだけ違うみたいだ。確かに少し見た目が違いますね。あいつは本来ここにいてはいけない亜人なんだ。どういう意味ですか。この地方の伝承に夕闇の門というものがある。その門は異界へと通じていて、この世ならざる者がやってくる。この世ならざる者、それがこの人たちですか。正しくはこの世ならざる者の中の一つかな。前にこの回廊に来た時はあいつらはいなかった。門を通じてやってきて、この地域の魔獣を制圧したんだ。悪いことに連中は人さらいもやっている。大変な事態ですね。どう対処しますか。いずれあいつらを駆逐するとしても、まずは行方不明者の居場所を把握しないと。これから回廊に潜入し情報を集める。わかりました、行きましょう。かなり危険なんだけど大丈夫か。危なくなったら。時もどうにかなったじゃないですか。そうだけど、あの頃のキリトさん、攻略組って呼ばれていましたよね。
当時キリトさんとのレベル差は33もありました。どうしたって埋まらない差です。キリトさんのそばには立てない。一緒の戦場で肩を共に並べて、お互いの背中を守り合うような存在には一生なれないんだって。それがアインクラッドでの私の思い出です。あ、私を見てください。今の私を。あの時よりも強くなっていませんか？キリトさんの背中を守れそうにないひよっこのままですか？いや、肩を並べるには十分だ。頼むよシリカ。私の背中を守ってくださいね。そこまで言われちゃ俺も本気を出さないわけにはいかないか。フラワーガーデンで私が触手のやつに襲われた時みたいに。まで放置するのはやめてくださいね。
一瞬変な間がありました。そう気のせいじゃないか。どうして急に目をそらすんですか。別に、それにしても暑いな、ここ。なんで顔が赤くなるんですか。やっぱりあの時見たでしょう。ここだ。鍵がかかっていますね。前回の調査はここまでだった。ここから先に行くには鍵を手に入れないといけないのか。でも誰が鍵を持っているか分かりませんよ。そうだな。ここで隠れていて誰かが開けるのを待つか。扉の中からです。待ってる場合じゃないな。周辺の奴らが鍵を持ってるはずだ。そいつを。
この鍵ならあの扉を開けられそうだ。急ぎましょう、キリト。よし、扉が開いたぞ。
ここは不気味なところですね。音がするのはあっちだな。騒ぎを起こさず偵察したい。
あれは。崖崩れで埋まってしまった何かを掘り出そうとしている。キリトさん、あれ、天衣門のように見えませんか？アインクラッドのものとは形状が違うけど、似ているな。夕闇の門の伝承は天衣門を示すものだったのか。天衣門を掘り出してどうするつもりでしょう。天衣門は豪華の夕闇という地獄のように恐ろしい異界とつながっている。その異界にアドミニストレーターが悪魔を追放したという伝承がある。悪魔？アドミニストレーターでさえ追放するのがやっとだった悪魔がアンダーワールドに戻ってくる。させてしまったのか。何か来ます。ザ・クリームアイズだ。なんでこの世界に。キリトさん知っているんですか。ああ、アインクラッドで二刀流を使ってギリギリだった。そんな。悪魔の正体はやはり神獣か。とても太刀打ちできない。一度引こう。やり損ねたらあいつは今度こそ野放しに。私じゃ頼りないですか。え？追いつけないレベル差じゃない。だからこのアンダーワールドでは頑張りました。でもダメなんですか。去っていくキリトさんの背中をまた見送らないといけないんですか。それは諦めたくないんです。キリトさんの背中をしっかり守ります。だから戦いましょう。その服、ピナが見守ってくれている。これなら絶対に勝てます。キリトさん、決断してください。俺がバカだったみたいだな。手伝ってくれシリカン、君が必要だ。はい。
召喚結晶解放、集え歴戦の剣士たち、システムコール。
そこだシリカ、全力で貫き通せ。追いついたな。え？今届かない背中なんかじゃない。レベル差なんてもうないんだ。シリカはとっくに俺に追いついた。ひょっとして追い抜いているかもな。キリトさん。ありがとうございました。おかげで助かった。ぜひ礼をさせてくれ。さあヒーローさん、あの人たちを町に送り返してカーディナルに報告に行こう。一晩じゃ語り尽くせないたくさんの土産話をピナにするために。そうですね、戻ったらいっぱい話したいです。あのさ、今さらこんなことを聞くのもおかしいかもしれないけど、どうしてためらっているんですか？何でも聞いてください。まだ寂しいか？そのほら、念のためな、任務も終わっちゃうし。そうやってまた笑う。だってキリトさんすぐ焦っちゃうから。ああ、そうだな、落ち着こう。ピナはここにはいないですけど、もう寂しくはないですよ。キリトさん言ってくれましたよね、私が必要だって。あれで吹っ切れました。そうか、よかった。まあなんだ、寂しくなったらいつでも声をかけてくれ。俺じゃなくてもアスナでもリーファでもいい。孤独になんかさせたくないんだ。仲間ってそのためにいると俺は思うから。ピナ、元気にしてる？私はこのアンダーワールドで元気に頑張っているよ。落ち込んだ時に王子様みたいに現れてくれる素敵なお兄ちゃんと一緒にね。シリカ、服が元に。ピナ、私を守ってくれてありがとう。俺とシリカはカーディナルから呼び出しを受けた。来たぞ。
話ってのは何だ？うむ、お主たちが神獣を討伐した後、わしの方で調査を行ったのじゃ。その時にこれが落ちておった。これは神獣の角でしょうか？さようじゃ。これには強力な力が秘められておる。それってつまり、この角で神器が作れるかもしれないってことか？その通りじゃ。この角は神獣を倒したお主たちのものじゃ。それならシリカの武器を作ってくれないか？シリカは神器を持ってないからさ。そんな、私よりもキリトさんが使ってください。いやいや、神獣にとどめを刺したのはシリカなんだから、シリカが使うべきだ。いいえ、キリトさんが。いや、シリカが。いいえ、キリトさんが。いや、シリカが。いいえ、キリトさんが。いや、シリカが。えい、どちらでもよいわ、はようせ。ああ、そうだな。やっぱりシリカに使ってほしい。私でいいんですか？ああ、俺を守ってくれるんだろ、キリトさん。話はまとまったようじゃな。では術式を発動するぞ。システムコール。成功じゃ。これが私の神器。よかったな。これでもっとキリトさんをサポートできますね。ところでシリカよ、お主神獣との戦闘時に変わった服装をしていたと聞いたが、これはそれと関係があるのかの？それは…ピナです。ピナの羽です。そうか、関係しておったか。シリカの真意が合わされば装具も作れるやもしれん。システムコール。よかったな、シリカ。はい、キリト、今回もよくやってくれた。じゃが、他にも世界の歪みはありそうじゃ。次に異変を見つけたら連絡する。その時はまた頼むぞ。ああ、任せておけ。こうして俺たちは4体目の神獣を倒した。カーディナルによると世界の歪みは収まってきているという。だがこれで終わったわけではない。そう思いながら俺たちは今の喜びを感じるのだった。良いかな。どうしたんだ？実はな、つまりどうかな。すごいな、この調子じゃ。
Thank you.
Thank you.
シリカ平気なのか？ここに出現したのはかなり獰猛なやつだって話だ。少し頭数を揃えてきた方が良かったんじゃ。平気です、キリトさんだってこういう世界での私の実力知ってますよね。まあまあそうだけど、ここは SAO でも ALO でもないわけだし。私やっぱり子供っぽいから戦いでは役に立たないと思われがちじゃないですか。それは仕方のないことだと思いますし、この世界の人たちも悪気はないって分かってるんですけど、でもだからこそアスナさんやリーファちゃんたち強い人たちにただついてきたわけじゃなくて、自分自身が戦えることを証明したいんです。シリカ、わがまま言ってごめんなさい。いや、シリカの決意は理解したよ。俺もなるべく協力するさ。はい。魔獣が出現しましたよ。よし、二人で討伐して無事に任務を成し遂げたって自慢してやろうぜ。奴らの住処があるのかもしれないな。深追いは禁物かもしれないけど、この機会に一網打尽にできる可能性もある。行きましょう、キリトさん。私まだまだ戦えますよ。そうだな、これじゃまだ任務を完遂したことにならない。こいつは金飛び狐の子供、まだ赤ちゃんですね。
どうしたの？足にスリスリされたらくすぐったいよ。なんだかシリカに早速懐いてないか？本当ですね。あ、シリカ！スカートの中に入っちゃダメでしょ。大丈夫かシリカ？はい。でも不思議ですね。不思議って？大図書室で調べたんですけど、金飛び狐の赤ちゃんって独り立ちするまでお母さんと一緒か群れの中で暮らしているものだそうなんです。つまり普通は一体で行動することはないってことか。はい。それに金飛び狐は多産だから最低でも兄弟が2匹はいるみたいです。もしかしてお母さんや兄弟とはぐれちゃったのかな。なんとなくそんな気がします。なんでわかるんだ？テイマーとしての勘というか、なんというか、この子すごく寂しそうな顔をしてたので。いや、寂しそうって言った途端にこいつ俺の弁当が入ったカバンを狙いに来たんだけど。それは本能だから仕方ないです。あのキリトさん、魔獣退治をしながらこの子の兄弟やお母さんを探してもいいですか？分かったよ。それじゃあ魔獣を倒しつつ探しに行くとするか。そっか。どうしたんだ？多分もう少し進んだ先にあの子の兄弟がいます。なんでわかるんだよ。キリトさん、早く。嘘だろ。やっぱりいましたね。いや、でも兄弟かどうかは。早速身を寄せ合ってるし兄弟みたいだな、多分。あ、絶対兄弟です。ああ、そうだな、そういうことにしとこう。今度はどうしたの？もう、だからスカートの中はダメだって言ってるでしょ。夜行性でもないのに、なんでそんなにもシリカのスカートの中に入りたがるんだろうな。冷静に分析しないでくださいよ。ああ、ごめんごめん。けど、やっぱりシリカはビーストテイマーってことかな。は？ほら、動物との絆が深いからこいつらの考えてることがわかるのかなって思ったんだ。いる場所を当てるなんてなんだか心が通じ合ってるって感じたぞ。そうでしょうか。だったらいいなと思います。私、ピナやネコピナを見てこの子の言葉がわかったらいいのにって思ったことが何度もありました。 SAO で一人でさまよっていた時は寂しかったので、何よりピナが望むことをしてあげられるようになりたいって思ったんです。そう思っていたら言葉がわからなくても一緒にいる時間が長くなるうちに不思議とピナの仕草や鳴き声の一つ一つでピナの気持ちがちょっとだけわかるようになったんです。だからこの子たちも動きや鳴き声でなんとなく気持ちを推測しているって感じですね。なるほどな。やっぱりシリカがピナをテイムできたのは必然だったのかもな。は？ああ、シリカは動物の気持ちを理解してちゃんと世話をしてあげたいって思ったんだろ。そんな優しさがあるからビーストテイマーの素質があったんだと思うぜ。そうですかね。どこに行くの？追いかけるか。兄ちゃんが離れてもシリカにおとなしく抱っこされたままなんて相当懐いてるな。そうなんでしょうか。とりあえず追いましょう。
匹兄弟がいたのか。いえ、この子は多分妹です。だからなんでわかるんだ。体も一番小さいですし、鳴き声の感じでなんとなく。あれ、この子血が出てる。怪我してるな。早く治療しなくちゃ。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。怪我したのはどうしてかな。この傷から見て普通に動物同士の争いって感じはしないな。じゃあ魔獣が。そんなにまとわりつかれたら歩けなくなっちゃうよ。3匹とも見事にシリカに懐いたな。そうみたいです。でもその小さな子が怪我してるってことは、お母さんを早く探した方が良さそうだな。それからこの森にあるはずの魔獣の巣も。ねえ、そうですね、先に進みましょう。でもまたはぐれちゃったら困るから、抱っこしながら進んだ方が良さそうですね。ああ、確かにな。よし、それじゃあみんな。それになんだか暗くなく。はい、日も沈んできましたし、奥に進むごとに森も一層うっそうとしてきましたね。もう少しそばに来るんだシリカ、はぐれたら大変だからな。はい。にしても本当にゴリ夢中って感じだな。こんなんで魔獣の住処見つかるのか。キリトさん、私がこの子の兄弟を見つけ。あ、いやいや、そんなことないよ。せめて魔獣が住み着きそうな場所の目星がつけばいいんだけどな。キリトさん、枝が顔にぶつかったんだ。なんだこれ、こんな植物見たことないぜ。シリカ、俺なんてもう2年もここにいるのに。はい、カーディナルさんから本をたく。お、さすがシリカだな。シリカは勉強家。いや、どうしたんだ。この辺に生息している植物を調べれば、魔獣が縄張りにしそうな場所を。本当か。はい、寝床として使えそうな植物、好き好んで食べる植物、それらが多く群生している場所を探してポイントを絞っていけばきっと。ここ、もしかして。ビンゴだシリカ、住処発見だぜ。一体どうしたんだ。もしかしたらお母さんの匂いがしたのかもしれません。わかった。あれは。
とこいつらのお母さんだ。シリカ、あいつらを助けよう。はい、何があっても守ります。金飛び犠牲たちは守れたな。でもこの子たちのお母さんは。木の鱗が巣穴になってる。木の実が貯蔵されてるな。もともとはここが金飛び犠牲たちの住処だったんだろう。おそらくは。それに巣穴は一つじゃない。ここに群れで暮らしていたんだろう。ここからは俺の推測だけど、金飛び犠牲の母親は群れが巣を追われた後に子供たちを産み落とした。それからは狩りをして食料を調達していたが、やが子供のために危険を冒して貯蔵のある巣穴に戻ってきたんだろう。そんな。そして子供たちは帰ってこない母親を探すために単独行動を取り始め、幼い妹は魔獣に襲われてしまった。ひどいです。魔獣がカラントから蘇ったからってこんな。辛かったね。みんなこの子たち王都まで連れ帰って面倒を見ちゃいけませんか。そうだな。かなりシリカに懐いてるし。あれ、もしか。ああ、金飛びギスネの群れだ。魔獣の匂いがしなくなったから住処に戻ったのかもしれない。こっちを見てるな。あいつが群れの長みたいな気がするけど、もしかしてこの子たちを群れに入れてくれる気なのかもしれません。金飛び狐は群れで生活する生き物です。どうする、シリカ。もちろん群れに返します。それが自然の断り通りですし、この子たちもきっと仲間と一緒にいる方がいいと思います。いずれ大きくなったらみんなお嫁さんやお婿さんをもらう必要がありますし、みんなお別れの時間だよ。群れのお兄さんやお姉さんたちと仲良く暮らしてね。みんなダメだよ、私からもう離れなきゃ。みんな全然離れようとしないな。シリカ、もう行って。私たちはもう一緒にいられないの。みんなはちゃんと群れで暮らさなきゃダメ。私はみんなのお母さんにはなれないんだよ。早
金飛びギツネたちが去っていく。ん？一匹が何かをシリカの前に。もう行ったよ、シリカ。そうですか。よく頑張ったな。これでよかったんでしょうか。ああ、みんなちゃんとシリカの気持ちが分かったと思うぜ。だってシリカはあいつらの気持ちに応えて兄弟たちを探して母親を見つけられた。母親は死んでしまっていたけど、あいつらにはきっとシリカの気持ちは伝わったよ。あれ、これは。ああ、あの一番最初に拾った金飛びギツネがシリカの前に置いていったんだ。カラントの種ってわけじゃなさそうだな。言っただろ、シリカの気持ちは伝わってるって。もうカラントは切ってる。落ち着くまでここにいるか。いいえ、大丈夫です。早く報告するためにもオートに帰りましょう。まあ、それじゃあ行こうか。報告は終わったし。はい、キリトさん、一緒に来てくださってありがとう。シリカ様、聞きました。森の奥にいる獰猛な魔獣たちをその神通力によって倒し、かよ。随分と噂が早いな。さすがはシリカ様、お姿だけでなく心まで優しく美しい。このことをみんなにも伝えてまいります。では私はこれにて。なんだか複雑な気分です。けどシリカがキツネの兄弟と心を通わせて魔獣の住処を見つけてくれたから、今回の任務はうまくいった。紛れもなくこれはシリカの力だよ。そうですかね。キリトさんにそう言われるとなんだか嬉しいです。で、結局あの種は何だったんだろうな。そうだ、あの後ちょっと調べてみたんです。おう、さすが賢者様だな。どうやらあの子たちがくれた種は成長すると大きな木になって木の実をたくさんつけるんだそうです。すごいな。やっぱりシリカの思いが伝わったからそんな木の実をくれたんだと思うぜ。私に大切なことを教えてくれました。丹
に可愛がって優しくするだけが愛情じゃない。たとえ厳しさを見せることになったとしても、その子たちの未来を考えて突き放すことも愛情なんです。そうだな。それが分かったシリカはやっぱり本物のビーストテイマーだって思うぞ。そうでしょうか。ああ、俺はそう思うよ。キリトさん、そういえばあの子たちがくれた木の実は竜の大好物なんだそうです。じゃあアマヨリたち、聖号騎士の飛竜に食べさせたら喜ぶかもな。はい。それに私、一つ目標ができました。目標？いつか種から木を大きく育てて、ピナもここに連れてきて、好物の木の実を食べさせてあげたいです。いいじゃないか。ってことはもしかして、あの動物たちはそんな思いを感じ取ってシリカに種をプレゼントしてくれたのかもな。はい、そうだといいですね。きっとそうさ。